どうもなんとか重工です。よろしくお願いします。今日は久々にですね、自分のバイクのチェーンメンテナンスをします。しばらくほったらかしてたんでギトギトになっちゃってるんですけど、このエアーコンプレッサーにつないだエアーガンで徹底的に洗浄して注油していきたいなと思います。チェーンつないでるところを目印に、スタートします。車体が汚れへんように段ボールとかで養生します。チェーンクリーナーちょっと磨いていきます。ワコーズのチェーンクリーナー、乾きが遅いタイプなんで、こうやってブラシでゴシゴシやってる間も乾かずに汚れを浮かし続けてくれるんですよ。すぐ乾いてまうタイプのやつやとブラシで汚れを落としたら乾いてまう前にすぐに拭き取りみたいな感じで忙しくなるんですよ。けどこうやって乾かずにいてくれるんでゆったり作業できるこのチェーンクリーナーはね、マジでおすすめです。はい、一周拭き取りました。こんぐらい汚れてますね。結構取れたし、チェーンもまあまあ綺麗になったんですけど、まだ汚れあるんで、ここからコンプレッサーの出番になります。新品の紙ウエス、エアガンですね。これでちょっと掃除していきます。コンプレッサーマジでいいですよ。クリーナーとブラシで汚れを浮かして拭き取りした後シパーッとやったば、拭き取りでは取りきれてない汚れゴミがしっかり取れるんで、間違いなくチェーンとスプロ系の寿命伸びます。汚れがちょっと取れてなかったんで2回目同じ感じで洗浄します。はい、終わりました。じゃあグリスかけていきます。同じように段ボールで養生します。でまたここを目印にして、これワコーズのやつは粘度がそこそこ高くてチェーンに長く居座ってくれるんで、しょっちゅうメンテしない僕の用途に合ってます。細かい泡が結構出るんで、粘度が高い割には浸透性も結構いいんですよ。はい、一周できました。カクカク感がなくなりましたね。割とスムーズに動くように。どうでしょうか。なかなか綺麗になったと思います。ブラシは使い捨てやなくて何回でも使えるんで、使い終わったら洗いましょう。これはもう普通のパーツクリーナーでいいんで、こんな感じで浮かします、汚れを。まあこんな感じですね。そんな感じでチェーンのメンテナンス終わりました。しばらくやってなかったんでだいぶ汚れてました。こんな感じでちょくちょくメンテナンスしてあげるとチェーンとかスプロケットの寿命が長くなるんで、たまにやってあげたいなと思います。今回の動画が参考になったとか面白かったって思っていただける方いましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。